自作パソコンを1台組み立てるのにどれくらい時間がかかりますか？この日、秋葉原で MSI 主催のカスタム PC 王者決定戦2024が開催されまして、私も参加者の一人としてやってまいりました。対戦するのは YouTube や X でよく見る方たち。ルールは簡単で、より早くカスタム PC を組み立てること。制限時間45分で、きちんと起動できる段階までたどり着ければゴール。なお使用するパーツは抽選で決まるため、事前に説明書を読み込むなどの予習はできませんでした。イベントのお誘いをいただいてから、おじさんの夏は修行の日々へと変貌。組み立てスピードを少しでも早められるように、連日朝早くから起きて、組み立てのイメージトレーニングを実施。メモリの抜き差しを1日1万回、CPU の取り付けも1日1万回、やったような気がしないでもないですが、万全の準備で大会へ挑みました。それと別の仕事の関係で顔出しは避けたかったので、マスクとサングラスという怪しい出立ちで参戦したのですが、これは失敗だったかもです。イベント会場には MSI はもちろん、協賛メーカーの製品も展示。モンハンコラボの限定モデルは現物を初めて見ました。こちらはコルセアの 3500X で、先日レビューさせてもらったやつです。スニーカーの形をした個性あふれるケースは、クーラーマスターの製品。こっちの長細いケースもクーラーマスターの製品です。A データは CPU クーラーやストレージ、大型のピラーレスケースを展示していました。この威圧感のある PC は、一般部門の組み立て大会の商品。Core i9 に RTX 4090、メモリも4枚刺さっています。なんと総額100万円相当のパーツが使われているとのこと。私が参加する部門はスピードだけが求められますが、一般部門ではスピード以外にも配線の美しさなどが求められるとのこと。私たち以上にプレッシャーがすごそうです。会場の入り口ではガラポン抽選会も開催されていて、ノベルティやデバイスなどが続々と当選していました。では気持ちを切り替えまして、組み立て大会がスタート。首に GoPro をかけて撮影していたのですが、組み立てに必死で画角の確認をできず、少々見えづらいかもですがご了承ください。抽選の結果、私が組み立てるのは裏配線マザーボードに対応した MSI のピラーレスケース。マザーは B760M のプロジェクトゼロ。CPU クーラーはコアリキッドの E360 と以前レビューさせてもらった機材ばかり。説明書を見なくても勝手がわかりますし、これは楽勝でしょと余裕をぶっこいてました。多分目をつぶっても組めます。手袋やドライバーなどの工具は会場に用意されたものを使用。CPU は Core i7 だったかな？余裕がなくて型番をちゃんと見てませんでした。ストレージはコルセアの Gen4 SSD で、ヒートシンクがついてるタイプだったのでマザーのヒートシンクは外したままにしました。メモリは XPG の白いやつ。初めて触りましたが、見た目もオシャレでいい感じでした。容量が何ギガバイトだったかは覚えてないです。はい、ここまでは順調です。次にケースの準備に取り掛かったのですが、ここで違和感に気づく方はいるでしょうか。この映像は以前デビューした時に撮影したものですが、ケースファンは側面に3つついているはずなんです。ところがこの子は天面についてまして、ファンの位置を変える作業が発生。スピード勝負でこれはなかなかのタイムロスです。ドライバーも普段使っているものと違って、他の皆さんも同じような感じだったようですが、先端の磁力が弱くてポロポロとネジが落ちちゃうのね。サングラスをかけてると、ケースの中にネジが落ちると探すのが超大変でした。電源は MSI のフルモジュラータイプ。この日初めて知ったんですけど、サングラスをかけてるとケーブルを探し出すのが大変です。ファンの取り付け位置を変えるのも想像通り結構時間がかかっちゃって、吸気と排気の向きを間違えてたんですが、やり直す時間はなくてそのまま進行。簡易水冷の取り付けもファンの向きを間違える初歩的なミスをしてしまい、ここでも大幅にタイムロス。ファンの向きには気をつけましょうねっていつも動画で伝えているのに、自分自身がやらかしててお恥ずかしい。汗だくになりながら必死に頑張りましたが、結果的に、6名中6位という不甲斐ない結果に終わってしまいました。裏配線も全く手をつけられなくて、半ば無理やりサイドパネルを閉めたり、かろうじて形にまとめたという感じです。大会の最終的な結果はご覧の通り。ホーリーネズミさんは30分くらいで組み立てが終わってて、とてつもないスピードですごかったです。いやはや、
調子こいて発した言葉が見事に呪いとして返ってきてしまいました。一般部門で参加された皆さんも当日は本当にお疲れ様でした。ということで初めて参加したカスタム PC の早組大会、普段スピードを意識して組むことってなかなかないですし、とても貴重な経験ができました。 YouTube で顔出しをしてない皆さんの生の姿を見られたのも楽しかったです。無洗米でおなじみのモノシとも会場でお会いできたり、ハルカンさんは傷口に塩を塗り込んできたり、夏の終わりにいい思い出ができました。第2回が来年開催されるのかは不明ですが、もし機会があれば再開のリベンジを果たしたいな。一般部門ももっとたくさんの方が参加できるようになると楽しそうですよね。いろいろと準備は大変だと思いますが、この日のイベントは MSI の公式チャンネルで生配信されまして、アーカイブをご覧いただくと当日の様子がわかりやすいと思います。概要欄に URL をまとめているので、ぜひ後でチェックしてみてくださいね。では今回の動画は以上です。ちょっとでもお役に立てたなら高評価とコメントを残していってもらえると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。